あんなに売れていた PS5 がいきなり週半に4桁に転落と、こちらが話題となっていますね。それこそ去年、今年の春にかけて相当売れまくっていて、一時期任天堂スイッチの売上台数を上回る状態でした。まあ相当ね、売れに売れに売れまくっていて、これは PS4 の普及台数、こちらを超えるのも時間の問題ではないか。それこそ2025年の夏頃には到達するであろうと、まあそういったことが予想されておりましたけど、ただ事態はね、一気に急転しました。本当にね、急転しまして、突然ですね、今月何が起こったのか、週半4桁に転落と、それこそ、売上台数が8割減が3週連続で今起こっている状況。で、来週もですね、大体同じぐらいを見込んでおりますので、下手すると9割減ぐらいの可能性すらあると、まあそういった状況なんですが、あんなに売れまくっていて、店頭ではですね、抽選会もしまくっていて、それこそ目玉ハードみたいな、勢いや PS5 にあるみたいな、まあそういった状況でしたが、ただ一方で今月からですね、一気に急ブレーキがかかりました。なぜこんなに値段に厳しいのか、日本人はちょっと貧しすぎるんじゃないかっていうようなツッコミが今来ていたりとか、まあこれの理由っていうのが皆さんご存知かと思いますが、 PS5 の値上げによって一気に売上台数が伸び悩んだと、転落したと、まあそういった状況ですね。で、これっていうのがもはや一時的ではなくて、3週連続で、落ち込んでいて、しかも毎週ですね、徐々に下がってきていて、ついに、4桁。こちらに転落してしまいました。にわかには信じがたいですが、マジでこのような状況ですよ。正直これはね、とんでもないことだと思います。それこそ任天堂スイッチってさ、もう次世代機の発表が間近と言われているのに、で、それだけね、失速しているハードですら、この状況ですからね。3機種合わせて、約5万5000台ぐらい。別に特にトピックスがあって売れてるわけでもなく、平常時でこれぐらい売れてるわけよ。一方で最新機種の PS5 はこのような状況。まあ、Xbox と比べると全然売れてるじゃねえかってお話ではあるんですが、ただ PS5 本当にね、去年今年とね、相当な快進撃を続けていて、この PS4 の累計台数、約790万台ですが、これを超えるのもね、本当に時間の問題って言われていたのに、急遽ね、値上げが発表されて本当に急転落みたいな、前年同月比でなんと 85% 減とか、で3週目に関しては9割減とかじゃなかったっけ。まあそういった状況なので、ちょっとね、信じがたいような状況になってます。で、これっていうのが理由としては一つで、値上げ、それ以上でもなくそれ以下でもなく値上げなんですよ。で、これがまあ先週の状態なんですけど、今週もっとひどくね、これですからね。どうすかこれ。8600台ですね。いやーけど、相当厳しいよな、これ見てたら。だってここからさらに落ちる可能性が高いわけだからさ、ちょっとこれはいかがなものかと思いました。はい、まあそういったところで、足元このような状況になっているっていうところの共有なんですが、以前の動画でも取り上げましたが、なぜこんなに落ち込んでしまったのかってところですよね。ただ正直値上げ以外、要因って考えられないよね。まあ値上げの要因っていうところもありますけど、まあユーザーの不信感を一気に招いてしまったってところも大きいんじゃないかな。まあそれこそいきなりの大幅な値上げ、1万3000円値上げですからね。まあ結構衝撃は高いと。で、それに加えて周辺機器も値上げになって、コントローラーに関しては1万2000円だからな。まあユーザーからすると、なんやこれみたいな感じですよね。で、まあその合理的な理由も説明されず、なんかその納得いくような、説明があれば、多分ユーザーとしてもね、納得して購入できると思うんですが、
ただ SIE のその説明の仕方が非常に悪くて、ね、なんか値上げは仕方ねえみたいな、なんかそういったニュアンスのことをですね、SIE の CEO 西野さんも語っておられまして、まあ致し方なかったみたいな、なんかより具体的な内容について説明があればそんなことはなかったんですけどね。はい、まあ巷ではコンコード税ではないかとか、まあ他の事業で失敗したのでその穴埋めで値上げせざるを得なかったんじゃないかとか、まあいろいろ言われておりますけど、まあかなりね、ここについてはユーザーの不信感を招いてしまったと。でその後がまた大事件が起こりまして、 PS5 Pro、 これマジでさ歴史に名を刻んだからな。 YouTube チャンネルでプロモーション動画公開となりました。でその低評価数がなんと30万超えで、低評価率が8割ぐらい、前代未聞みたいな。でこの低評価数に関してもゲーム関連の動画だとなんとね歴代最多みたいな、まあそういったところで歴代最多の低評価を記録するほどのね不評ぶりというか、まあここは本当にフェアというか、なんというか、まあユーザーの率直な感想がね反映されますので、やっぱりユーザーとしては高すぎるっていうところであったり、で一連の騒動のそのソニーの説明の仕方とかがよろしくなかったので、やっぱりねユーザーの目からはうわもうソニーねえわみたいな、今まで擁護してたけどもうこれ以上擁護できねえわ、ふざけんなみたいな、そういうご反応をされた方が多くて、で結果として不信感招き、これだけ低迷してしまったと、まあ、そういったお話かなと思いますね。だからまあユーザーの信頼があれば、たとえ値上げをねしたとしても、まあ、唯一無二のハードではあるからさ。で、あとモンスターハンターワイルズも控えているわけで、まあ逆に言うとさらに売れてもおかしくない状況だったんだけど、ただやっぱりユーザーの感想って正直で、やっぱりね、ソニーがそういう考え方であれば、我々も考え方があるみたいな。じゃあもう買わねえわ、それだけですよ。ってお話なのかなと思いますね。まあそのことからわかります通り、まあ、ソニーのこの値上げっていうところも重要なファクターとなっておりますが、まあ、ソニーの対応っていうところが非常に悪かったっていうことが主な要因ではないかと思いますね。ですのでなんか一時的に落ち込んでいるとか、まあ、そういったお話ではなくて、これって結構深刻で中長期的に、このような状況が続く可能性が高いと、極めて高い状況なんですよ。で結局なんかソニーのその名誉回復というかね、なんか炎上に炎上しまくっていて、マジで取り返しのつかないところまで来ておりますので、で未だになんかソニー SIE からは合理的な説明などもされておりませんので、じゃあこの PS5 Pro ってなんでこの値段になったんだっけみたいな、であと PS5 ってどういう理由で、こういった値段になったんだっけみたいな、まあソニーとしてはあくまでこれは値上げではございませんと、価格変更ですみたいな、そういうなんか言い訳みたいなことを言っていたり、まあ確かに講義で見ると価格変更に該当するかもしれませんが、じゃあそれだったらさ、為替が、まあ、どんどんね円高に触れていくんであれば、それに伴ってハードの金額も下がりますよねみたいな、じゃあそういうことで良いんですかって解釈になりますからね。ただどう考えてもソニーとして、値下げっていうところは考えてないでしょう。じゃあそれってもう価格変更って言えないんじゃないの、なんかフェアじゃないよね。まあそういったところで、もろもろの対応について炎上しており、でこういった経緯もあって、こういった形で周辺4桁になってしまったと、まあそういったことが言えるんじゃないかなと思います。ただ純粋に8万って高いもんな。ゲーミング PC として8万であれば安大丈夫そのゲーミング PC ってなりますが、ゲーム機として8万で聞くとみたいな感じですからね。なんか世間一般のユーザーが考えているゲーム機の印象とか値段と、そのソニーが考えている値段っていうのがあまりにも差がありすぎるんですよね。まあそれだったらさ、もうゲーム機やめてパソコンとして売ったらいいんじゃないの、なんかゲームもできるパソコンですよみたいな、なんかそういったニュアンスで売ればなんか売れそうな感じもするけど、ゲーム機として売るんであれば限界なんじゃないかな。
はい、まあそういったところで、ちょっとソニーとしてはね、どういったお考えなのか、ご意向なのかわかりませんけど、まあそういったね、一連の流れとか騒動によって評判を落として、このような事態になってしまったのかなと思いました。まあ任天堂スイッチ2もね、値段次第ではやばくねって言われてるけど、結局なんか今回のこの事件っていうのは、ソニーのね、その説明の仕方とかが不足していたりとか、で、あとしっかりとフォローできていなかったことに起因しますので、なんか純粋に値上げっていうところも一つの理由ではあるんだけど、まあそれだけではないとは思いますよ。なので、しっかりと任天堂がこの任天堂スイッチ2の値段の根拠を、合理的な理由でかつユーザーが納得できるような内容で説明しておけば、まあここはね、問題はないんじゃないかなと思っています。まあしかもね、PS5 より安いことはほぼ間違いないわけだからさ。まあなおさらね、価格のアドバンテージもありますから、まあ正直ね、大丈夫じゃないと思いますけどね。まあただその、アッパーはやっぱり6万5千円ぐらいか。で、ボトムでもね、5万円ぐらいかな。まあこれぐらいであれば妥当っていうか、まあ購入者はいるんじゃないかなって程度ですが、ただこれがね、それより高くなってしまうと厳しいもんな。まあ任天堂としてどういった価格付けをしてくるか分かりませんが、ただまあその世間の噂では5万円台になるんじゃないかみたいな話が出ておりますので、まあそれを期待して皆さん待っておきましょう。ただまあ5万円台でまあ落ち着くんじゃないかな。まあ言っても5万9800円とか、5万4800円とか、多分そんぐらいのね、結構中途半端というか、まあキリが悪い数字に落ち着いてくるんじゃないかなと思っていますが、だからまあギリ6万乗らないみたいな、ギリ5万5000乗らないみたいな感じじゃない？まあそんぐらいが妥当でしょうね。はい、まあそういったところで一旦動画終わりましょうか。皆様お疲れ様でした。ではまた、バイバイ。